アクションフランセーズとは、1894年に発生したドレフィス事件を契機として結成されたフランスの王党派組織。1899年に創刊された同盟の機関紙に由来する。シャルル・モーラスなどの反ドレフィス派の知識人を中心に結成され、間もなく王政支持に転向最も徹底した反共和主義の運動として、 相当の影響力を持った。思想的には当時から敬遠されがちであったが、機関紙に掲載される文化面の評判が非常に良く、世界的に活躍する指揮者たちもこれを目当てに同志を購読していたという。アクションフランセーズの思想は、初期指導者の一人である文学者、シャルル・モーラスがオルレアニストだったように、 共和制の廃止と王政復興を核としていた点において、それまでの共和成果における国粹主義、右翼団体と異なっていた。ただし実際に王権を回復するのが目的というより、第三共和制に対する批判として君主制を掲げていたという側面が強い。この路線は提唱された当初は他の党員から時代錯誤と批判を受けたが、 モーラスの熱心な説得によって最終的に採用され反共主義と並んで重要なテーマとなった。1937年にオルレアン家と対立してからは表だった主張ではなくなった。第一次世界大戦後は同盟国であったイタリア王国の国家ファシスト等に影響されファシズムも施行するようになった。民族面では不仏戦争から続く反ドイツ主義を掲げ、 宗教面では反ユダヤ、反プロテスタント、反フリーメーソンを主張して、国境としてのカトリックの地位の回復を支持していたが、過激な言動から1927年に、バチカンからは破門されている。また、他の極右団体に対して、敵外心を持ち、しばしば内紛を起こしている。アクションフランセーズ神アクションフランセーズは、ドレフス事件における、 既存の国粋主義団体の対応に不満を持った、哲学教授のアンリー・ボジョア及びジャーナリストで、文芸批評家のモーリス・ピュージョが創立した組織に橋を発する。彼らは1899年8月、機関紙、アクション・フランセーズを創刊して、自説を展開した。翌年、気鋭の文学者、ジャーナリストとして知られていたシャルル・モーラスが参加。さらに、 作家アルフォンス・ドーデの息子、レオン・ドーデ、歴史家、ジャック・バンビル、経済学者ジョルジュ・バロアラを会員に加えて、勢力を伸ばした。ノートルダム大聖堂前をカッするカムロ・デュロアターイン1905年に、政治団体としてのアクション・フランセーズを発足させた。1908年には、月2回発行の小冊子であったアクション・フランセーズ紙を日刊誌に発展させ、 ボジョアが主筆に就任した。また、関連団体として、カムロ・デュロアと称する、行動体を有していた。これは、アクション・フランセーズ紙販売のため雇われた売り子を集めて1908年に創設された団体であったが、後に、暴力組織に発展。共和国派や左翼団体に対する襲撃を度々行って恐れられた。1915年に、 アクションフランセーズが主張した第一次大戦後の欧州再編計画。ドイツ、オーストリア、トルコを解体し、その跡地に小国を分立させたり周辺国家に領土を併合させたりする計画だった。第一次世界大戦の際には、国粋主義と反ドイツの観点から戦争協力を優先、政府への攻撃は控え、ドイツへの復讐を主張する論人を張って、 国民を鼓舞した。また戦勝後の講和内容についてもドイツは、両方国家時代と同じく複数の小国家に分割すべきであると主張した。具体的には、プロイセン政府、ハノーファー政府、バイエルン政府、ザクセン政府などの樹立を計画している。同様に、オーストリア・ハンガリーやオスマン帝国の解体も主張している。1918年、戦争が、 イギリス、フランス、イタリア、アメリカを中心とした、協商国の勝利に終わり、敗戦したドイツに対する制裁を定めた、ベルサイユ条約が締結された。アクションフランセーズが主張した、公案は採用されず、革命によって自戒した、オーストリア、ハンガリーとスマン帝国と異なり、ドイツでは、旧ドイツ帝国領の大部分を支配する、バイマル共和国が成立した。その後も、 旺盛に活動を続けたが、その過激な言動を憂慮した強行ピウス11世は、アクションフランセーズを異端として公然と、非難。1928年には、モーラスの著作を禁書に指定した。1933年12月、バイオンヌの私立信用金庫を舞台とする、詐欺疑惑が浮上した。首相商談の親族や、 閣僚の一部が関与していたと報道されるや、事件は政治問題と化した。アクションフランセーズは、この機に乗じ、政府や議会を激しく攻撃した。翌1934年の2月6日には、他の右翼団体とともに、パリで大規模な反政府デモを展開し、警察や市民を巻き込んだ、相乗事件に発展した。この時の死者は16名。 負傷者は2300名余りと伝えられる。オルレアン家の多い請求者、ギーズコージャンやパリ・ハクワンリが、独自の王政復興運動を展開し始めた1934年頃からは、同家との対立を深め、1937年後半には、ついにモーラスが、主権は国民に損すると、アクションフランセーズ上上上で発表したため、オルレアン家から、絶縁宣言を出されてしまう。 アクションフランセーズは、反響、反読を旗印に活動を続け、ローマ新軍で政権を獲得したベニート、ムッソリーニ政権のイタリアとの提携を主張し、ファシズムにも接近した。アクションフランセーズのメンバー、1927年、撮影1936年2月、人民戦線内閣によって、解散を命じられ、地下運動を余儀なくされた。 数年後に第二次世界大戦が勃発してナチスドイツがフランス侵攻を開始短期間の戦闘を経て独仏休戦協定が結ばれフランス第三共和制は降伏した。仏仏戦争以来となるドイツによる再占領を受け数軸軍の進駐を免れた南仏の一部にペタン元帥を指導者とするフランス国が樹立されるとアクションフランセイズは 活動を再開した。しかし、ドイツへの再復讐ではなく、対独協力を行うビシイ政権への協力を表明して、支持母体となり、反動的なフランス国民革命の実施に就寝した。ただフランスあるのみと主張して、ペタン元帥が命じない限りかなる抵抗、戦闘再開も認めない姿勢を取ったが、かつて展開した反独の主張を翻したことに、 不満を持つ者も多く子参の党員では離反者が相次いだ。レオン堂では1942年に死去、シャルル・モーラスはナチス・ドイツ降伏とビシー政権解体後にナチス・ドイツに協力した過度により終身刑に処せられた。支柱を失ったアクション・フランセーズは崩壊へと向かったが、モーリス・ピュージョーの尽力によって1947年に再建された。 現在も活動を継続しているが、往年の勢いは失っている。1981年の大統領選挙の際には、保守系の大統領候補ではなくかつて、アクションフランセーズに所属していたと噂されたことがある。社会党の大統領候補ミッテランを支持した。ありがとうございます。